こんにちは。葛西音楽クラブ KMC の光子と申します。今日は高橋ファミリーについて練習していきたいと思います。ですね、YM 式の特徴といたしましては3つありますね。一拍を基準とし、その音型を見て音型に言葉を当てはめパターン化していくというのが YM 式の特徴でした。で、前回まで基本リズム練習をやった時も一拍の中にタンタンタンやタバタタバタタバタと入れていったと思うんですが、今回も同じように一拍の中に言葉を当てはめて練習していきたいと思います。こちらをご覧ください。先ほどお伝えした高橋ファミリーがこちらになります。で、高橋ファミリーの高橋と聞いて皆さん思い出していただけたかなと、どうでしょうか。はい、基本こちらですね、こちらご覧ください。基本リズム練習の4番の一拍の中に高橋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 と入れたリズムがこの1番になりますね。今回練習していくこの高橋というリズムが軸になっています。で、この高橋が展開してリズムのバリエーションになっていますので、このくくり、この合わせたこの1番から6番までのリズムを高橋ファミリーという形でくくっています。それでは読み方についてまずご説明させていただきます。1番は最初前回の基本リズム練習と同じように一拍の中に音符が音が4つ入るときは高橋と読みますね。で、こちらの2番ですね。2番はラーメンと読んでいくんですが、この基本の高橋の前半の2つが16分音符が合わさって8分音符になっています。それの前半がくっついた状態をラーメンと呼びます。で、3番はセルマーと、この形をセルマーと呼んでいきます。その時に高橋の後半ですね、この橋の部分が合わさっています。続いてセルマーになっています。で、4番はタタンタ、タタンタの場合は先ほどまで前半後半が合わさってましたよね。なので今度は真ん中のカハの部分が合わさってます。で、タタンタと呼んでいきます。で、5番のタアンタは今までは2つずつ合わさっていましたが、今度は前半の3つが合わさってますね。合わさってタアンタと呼んでいきます。で、6番は今度前半の3つが5番を合わさっていたので、今度は後半の3つ、高橋の下橋の部分ですねが合わさってタアンタタタアンと呼んでいきます。それでは順番に1番から順番に一拍の中に言葉を当てはめて練習していきたいと思います。4拍ずつやっていきますね。それでは1番は前回基本リズム練習でもやりました高橋のリズムです。いきます。高橋となります。2番ラーメンですね。いきます。ラーメンとなります。3番セルマーです。セルマーとなります。4番はタタンタ。タタンタとなります。5番はタアンタですね。タアンタとなります。6番はタタアンと読んでいきます。タタアン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 となります。とですね、この読み方の注意事項なんですけども、ここをご覧、5番6番ですね。例えばこちらの5番でのタタタアンタはタアン
こちらとタタのところをタタアン、タタン、タタンと伸ばして 棒で横棒で書いてもいいんじゃないのっておっしゃる方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、この部分がですね、人によってはこういう人だったりこういう距離だったりする人もいるかもしれないので、正確に一拍の中に収めていくためには、この文字にして言葉にして当てはめていく方が正しい、より正確になっていくので、なるべくこのような書き方はしないで練習していただきたいなと思います。あとですね、このここの部分、付点の部分がタタ、タタアンタの部分が3つ分ですね、3つ分がこの付点の部分になりますので、こちらとこちらですと、タアンタ、タタアンのタアンが、タアンの3つ分が後ろの後半の部分の距離になります、長さになりますので、この高橋のここで高橋の部分で基準で見ていただくと、ここの3つ1、2、3の1番2番3番までがこちら3対1になってます。こちらは1対3の割合になって読んでいきますので、そこも注意してやってみましょう、はい、あとは注意事項としてはそれだけですかね、はい、それでは今度はシャッフルして練習していきたいと思うんですけども、今前回もお伝えしたように基本リズム練習でもお話ししたと思うんですけども、実際にはこのような言葉は楽譜には乗っかられてきませんので、ない状態でもこの音形を見たらすぐに、あ高橋、あこの音形はラーメン、あセルマというように瞬時に言葉が出てくるまで練習してみてください。リズムにプラスリズムに合わせてそれこの読み方を言えるようになるのが実際に楽譜を読むまでに使え、楽譜を読むためには使えるようになる、楽譜を読むには読むためにはその風にすると使えるようになりますので、しっかりこの読み方とこの音形とこの読み方をしっかり体に覚えるまで練習してみてください。それではですね、今度はこちら前回と同じようにカードをこの1番から6番までのカードを切り離した状態になってますので、これを順番に読んでシャッフルして練習してみたいと思います。で実際ここにはこのように高橋とラーメンと書いてありますが、今度は書いてありませんので、それをスラスラ言えるように練習してみてください。これはセルマーですよね。ここはタアンタ、タアンタですね。これはラーメン、ラーメン。これはタ、タタンタ、タタンタ。私意外とタタンタが苦手ですね。これは高橋ですね。いつもの基本パターン。タタアン、タタアン、タタアンも苦手ですね。私こことここが、はい。それでは一拍ずつ順番にこれを読んでいきたいと思います。いきます。1、2、3。これぐらいですね。セルマ、タアンタ、ラーメン、タタアン、高橋、タタアン。間違え、もう一度やってみますね。セルマ、タアンタ、ラーメン、タタンタ、高橋、タタアンとなります。このように私1回目はちょっと間違えてしまいましたが、結構言葉がない状態でこの音形と言葉を結びつけるのに簡単な部分もありますけれども、すぐこう瞬時にこの次へ次へ次へと行くときには意外と難しかったりするので、このなんだろう、すぐに弾いたり吹いたりするときにはこの練習方法はとてもシャッフルして、はい次、はい次というように練習していくと非常に効果的な練習方法ではないかなと思いますので、ぜひこのやり方を皆さんも取り入れていただけたらいいなと思っています。セルマ、
の呼び名についてちょっとお問い合わせがありまして、今日はそれについてお話ししたいなと思います。セルマーというのはですね、実はサックス のブランドのメーカーの一つなんですね。で私たちも多分サックスをやられてる方だったらいつか欲しい楽器の一つ のブランドなんですね。ヤマハとかいろいろあると思うんですけど、そういうようなブランドの一つです。なので何でも実際の言葉を当てはめるのは何でもいいんですけども、私たちサックスをやってるのでこの形にセルマーとつけております。なので皆さんも好きな言葉で言いやすい言葉がありましたら、それを当てはめ直してしまってもそれはそれで練習しやすいと思いますので、自分流にもアレンジできるかなと思います。はい、今日は以上になります。